皆さん、こんにちは。春です。お世話になってます。本日はですね、ちょっと TOEIC の食前対策ということで、いつもより問題数多めで、10問連続でいろいろな知識が問われる問題を、解説、解いていきたいと思います。なんでね、最後の締めくくりといったような感じで、皆さんも一緒に解いてみてください。まず1問目、こちらですね。We will need a few more hours to、括弧というか、空欄が来て、The documents for the meeting となってますね。で、前半の部分ですね。この to より前の部分見てみると、主語があって、V が来て、a few more hours なので、SVO の文型となっていると。私たちは、もう数時間必要だというふうに言ってるわけですね。で、この後の to のところっていうのが、副詞適用法で、何々のためにというふうに訳すのが、非常に自然だと思います。何々をするために、動詞の原型、動詞をするために、もう数時間必要だと、そんな文脈ですね。で、その動詞の後ろに続くのが、Documents for the Meeting なので、そのミーティングの資料を何々するためにと、そんな意味ですから、選択肢の中からですね、意味が通るのを探してあげると、B の Prepare っていうのがいいかと思います。Prepare the documents for the meeting なので、そのミーティングの資料を準備するために、もう数時間必要だと、そんな文だとですね、意味がスッと通りますよね。というわけで、B が正解です。はい、2問目こちらですけども、 The company president と括弧が来て、 Miss Steinfeld with an award for her many years of service と。大きな S が来ていて、ここ V が抜けてて、Steinfeld、これが SVO 第3文型ですね。スタインフェルドさんにこのアワード、賞をプレゼントがあげたと。 For her many years of service なので、彼女の長年のこう貢献に対して賞をあげたというふうに推測できますので、ここにはですね、この with とセットで目的語に何かをあげるという意味の動詞を入れてあげればいいということで、 C のプレゼントが答えになります。で、このプレゼント、人、with、もので、人にものをあげると。provide と似たような用法と覚えてください。provide、人、with、何々で、人にものを与えるという意味ですよね。今回非常に惜しい、ライバルになってくるのが A のこの earn なんですけど、これもですね、人に与えるという意味あるんですけども、with が必要ないんですね。earn AB で A に B をあげるという意味になるので、これもしこの with が今回なければですね、 Miss Steinfeld an award と続いていればですね、 A も OK というわけですね。ここ要注意というか、チェックしておいてください。3問目こちらですね。 Airlines have had to cut their prices due to the increased cost of fuel となってますけども、due to で、due to 以下で、何々の誠意でということなんですけど、何の誠意でかというと、increased cost of fuel なんで、fuel って燃料ですね。燃料のコストが上がったことですね。増加のせいで、燃料コストの増加のせいで、そのエアラインズなんで、航空会社というのは、彼らのプライスというのを何せざるを得なかったのかというとですね、これは文脈的にも A の raise だと判断できるかと思います。彼らの料金というのを上げざるを得なかったと、そういった意味ですね。それ以外の動詞はですね、ここに入れても文意通りませんので、今回は×となります。はい、続いてこちらの問題ですけども、これも語彙の問題かなと思いますけども、フリーが来て、括弧と。フリー形容詞なんで、これ当然で、後ろに続くのは、ここは名詞が続くなということは分かると。 Will be served to all workshop participants なんで、ワークショップの参加者に対して、全員ですね、サービスされますよと。何がかっていうと、一番自然なのが A の refreshment ですよね。refreshment ってのは軽食ということですから、ワークショップの参加者に対して軽食っていうのが配られます、サービスされますと。そんな意味になるかと思います。それ以外のものもですね、名詞なんで、こういう文法的な観点からですね、入りそうなんですけども、complaints とかね、不平とか、responses、応答だったりとか、このあたり入れるとね、文意が通らないと思いますので、×です。はい、続いてこちらの問題ですけども、 for details ってこれよく見かける表現ですよね。詳細についてはっていうことなんですけども、カンマ以下見ていくと、 please ask one of our sales representatives なので、我々の営業の誰かに聞いてくださいと。
そんな意味がですね、後ろは続いているわけですけども、まあ、詳細についてはっていうことなんですけど、このメンバーシップとディテイルズとつなげるためには、このメンバーシップに関する詳細をというふうな文に持っていきたいので、何々に関するというのをですね、ここに入れたいと考えると、 B の concerning っていうのが入ります。 concerning っていうのは about とか、あと on みたいな、前置詞の on みたいな意味を持っていて、concerning 以下についてと、に関わるみたいな、 regarding とかもそうですね、このあたりと同じような使われ方しますので、 for details concerning membership で、メンバーシップに関わる詳細については我々の営業の一人、誰かに聞いてくださいと、そんな意味ですね。はい、続いてこちらの問題なんですけども、The technicians というのが、主語となっていて、その後の動詞が抜けていて、The equipment at the Windsor plant っていうところまでが大きなですね、これ目的語になってるかなと思います。まあ、ウィンザープラントにある、まあ、equipment なんで、まあ、設備ですよね。ここが非常に大きな目的語になってて、その設備を一体どうしたのかというところで、この V には他動詞が入るということなんですけども、まあ、ポイントとなってくるのが、やっぱりこの with とセットで使える動詞っていうのが非常に少なくなってきます。で、後ろに続くのがですね、new wants to increase productivity なので、ここは形容詞の、形容詞的用法ですね、何々のためのという意味になってて、increase productivity なので、生産性を上げるための新しいものということですね。この後ろ、不定詞の形容詞的用法の後ろの部分というのが、new ones という直前の名詞というのを修飾していると。つまり、productivity、生産性を上げるための新しいものに、どうしたのかというと、もちろん入れ替えたと、交換したと、技術者、テクニシャンというのは交換したということなので、A ですね。A の replace というのが入ります。Replace A with B で A を B と交換すると、置き換えるという意味なので、まあ、非常に長い文なんですけども、ちゃんとですね、構文を押さえていくと簡単に解けるかと思います。はい、では続いてこちらですね。Flight 31A will arrive in Berlin. 括弧来て after 11am local time なので、まあ、このフライト318というのはベルリンに着きますと。でいつ着くかという、まあ、時間ですね。これ後ろに続いてるんですけども、現地時間11時過ぎにということで、この after とセットで使われて、そのタイミングですね、時間を表すものを選ぶんですけども、これは A の shortly after ですね。 shortly after、 after 以下すぐに、11時過ぎすぐにという意味で shortly after、 soon after ってよく聞くと思うんですけども、まあ、それと同じような意味ですね。何々過ぎすぐにということですね。それ以外のものについても副詞なのでですね、置けなくはないんですけども、 previously って以前にとか、 suddenly 突然、 widely 広くとかってここに置いたとしても意味通じないので、当然×となります。はい、続いてこちらですけども、 Rebecca gave me some 何々と、でここまでだとまだ分かんないですね。 SVOO の文型だなってことは分かるんですけども、まあ、ここまでだと私にレベッカが何をくれたのかというのがまだ分かりませんと。なので後ろ見て、文脈を見ていかないといけないんですけど、 on というのが何々についてということですよね。はい、何々についてと、 how to make better presentation slides なんで、どのようにしてより良いプレゼンテーションスライドを作るかということについての、some 何々、この o2 を私にくれたということなんですけども、ここが通るように考えると C のTips になると思います。プレゼンテーション、より良いプレゼンテーションスライドを作るための Tips ってコツですから、コツをいくつか私にくれましたということですね。まあ、それ以外のものについても、まあ、名詞なので、置けなくはなさそうですけども、もう意味がわからなくなっちゃうのでダメですね。はい、続いてこちらですけども、私たちは Do not、まあ、何かしないということで、Incomplete Late Applications で、Under、前置詞が続いているので、ここまでというのが、文型になっていて、メインの文型で SVO 文型、後ろは修飾句と判断することができますと。私たちは何かしませんと。で、incomplete or late application なんで、incomplete、つまり完成していない、complete の逆ですね。完成していない、不完全な、もしくは late なんで、遅れたということですけども、遅れたアプリケーションなんで、申請とか応募とかですね。不完全な、もしくは遅れた申請、応募というのは、Under any circumstances っていうのもこうよく出てくるので覚えていただきたいんですけども、要はいかなる状況でもと
ということですね。いかなる状況でも不完全もしくは遅れた申請、応募というのは我々は受け付けませんということになるのが自然なので C の accept となるわけですね。はい、最後こちらですけども、 The legal department というのが主語になっていて、でその後に close と O が来ているので、ここは他動詞の V が抜けているなということがわかると思います。 close って何かっていうと、契約とかの条項ですね。条項を表します。じゃあこの条項というのを to the contract なので、契約に対して条項をどうしたのかということを考えないといけなくて、どうするのが自然ですかと考えると D の added ですね。added to clause to the contract で、契約に条項を付け加えたと、そんな意味になります。 The legal department っていうのは法務部門ですね。企業のリーガル部門ということで、法務部門が、契約に対して条項を付け加えたとすると自然なので、こちらが正解になります。はい、以上10問ですね、解説していきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。全問正解できたという方はかなりの文法力をお持ちなので、パート5期待できるんじゃないでしょうか。何問正解したかですね、ぜひコメント欄でお聞かせください。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。